新世界の会員ポコエフロンだということで、今回はね、お母さんから LINE が来て、話があるからちょっと来てみたいなこと言われたんですよ。だからちょっと話を聞いてきたいと思います。例えば話って何？話？うん、自分の心に手を当てて考えてごらん。自分の心に手を当てて考える？いや、何もないけど。あるよね。ない。またスイッチで煽ってたでしょ。いや、煽ってないと思うけど。見たけど、スイッチ勢を煽る曲聞いたよ。そうなの？聞いたよ。大久保くんがね、ちょっと言葉悪いかもしれないけど、大久保くんに言われてもおかしくない。大久保くんの言ってることが正しい。大久保くんって、あの大久保誠のこと？そう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 。大久保誠は曲について怒ってたけど、それ正しいってこと？正しいでしょ。え、俺が間違ってんの？間違ってる。え、よくわかんないわ。もうこのまま煽り続けてたらね、もうね、意味ないから。スイッチ勢くんたちのことを煽ってるから、あなたのスイッチはもう取り上げます。え、なんで？だってなんでスイッチ勢のこと煽ってんの？どうでしょ、取り上げるって。では、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 おーい、俺のスイッチ、俺のスイッチ。ダメです。なんで、なんで、なんで？返して欲しかったら謝罪動画をあげます。謝罪動画？みんなに謝って。やだよ、だって謝罪って悪いことしてないもん。してるでしょ、あのね、おって。スイッチ返してよ。ダメ。お願い。やだ、無理。謝罪動画をあげたら、それを確認したら返す。勘弁してよ、ママ。ダメ。マジか。謝罪動画。じゃあ謝罪動画あげるわ。じゃあもう明日あげるから、そしたら返してほしい。確認できたらね。オッケー、わかった。じゃあ謝罪動画出します。ちゃんとみんなに謝ってよ、心から謝ってよ。わかりました、本気の謝罪動画出します。じゃあまた明日謝罪動画出す。そしたらそれでお願いします。信じてるからね。わかってるよ。